こんばんは、畑名のマコリンです。今日は特別対談としてマコリン×手書きライフでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。でもなんかでも知り合ったのって俺はカレントーブやった時だよ。その前じゃないですか。前じゃないかなってさっき話してて、俺なんかその前の気がするんですよ。高崎とかでマコリンが前やってたバンド、カレントオブヤーの前というのはクローバー。あ、クローバー、クローバー。そうか、もうその時だ。高崎で見てくれて、あ、そうだ、思い出した思い出した、うん、フリーズっすよね、確かフリーズ、うん、思い出した。そうカレントオブヤーは、うん、クローバーっていう名前のが入ってたとかってすごい覚えてました。じゃあリンクローバーかクローバーかどっちか、リンクローバーって言いましたよね。いるいる、そうそう、あれどっちだっけ。めっちゃ記憶力すごい。クローバーすごい。でもめちゃくちゃ思ってたより長いね、知り合って、うん、10年以上っすよね、多分、うん、クローバーやったの俺は本当に10、それってカレントエブエア組む前ですか。組む前、うん、15年前ぐらいの気がする。え ?15 年、うん、手書き。じゃあ私かなり初期に出会ってる、うん、初代のメンバーがいたのか。いたと思う。多分2人じゃなかった、うん、2人じゃなかったですね、4人っすよね、うん、俺ら6年結成なんで2000年、はいはいはい、だから7年8年ぐらい、8年ぐらい高崎行ってたもんね、その時ね。行ってた。懐かしい。そういえばそうだな。あるあれ、これもう新しく、あ、これか、もう俺ら全部見つけたやつだ。これ結構難しくない？いや、難しいです、すごい、これやばいです。俺全部見つかった時ないもん。ないですか。俺、見つけたよね、この間ね。辛かった。マジで。俺でも無理っすよ、無理。もうみんななんか、美味しい食卓って感じじゃなかったよね。みんな必死食べる。あ、それバンドメンバーとか来たり。あ、そうです、そうです。シズで。うん、え、251っていつから出るようになったの。いつから、でも結成してすぐ出てる。うん。2006年ですから。で、その前からは別に。最初はデセオ出て、うん、途中からデセオと251両方で。はいはい、なるほど。初めてのワンマンはデセオでした。渋谷の、渋谷のあのキノコの、はいはい、懐かしい。みんなあそこ出てましたよね。出てたよね、うん、ギターロックのみんな出てた、ね、クローバーやったのすげえです、うん、なんならあそこギターロックの箱でしたよね。今アイドルばっかり。ビッグ2とかできた、うん、はい、懐かしい。2人になったのっていつからだっけ。地震の後だよね、2011年じゃないですかね。あ、はい、長っ。その時ワンマンやってそれ以来やってないの。それで、あ、じゃあそれ以来、それ以来のワンマン7月そうなの。え、何年ぶり？12年、11年。すげえ。12年か。え、結成ってどうやってなったの？結成は前やってた、バック3人がやってたバンドに入ったかった。あ、そういう感じなんだ。へえ。それ別の名前でやってたバンド？別の名前でやってた。女性ボーカル。いや、男性でした。あ、へぇ、面白いね。もう全然別の。面白い。ワンマン見たことある人で、今もお客さんの人、そんなにいないもん。初めてワンマン見るみたいな。あ、そうじゃない、いないね。え、なんか、割とだって、当時より変わったよね、音楽って。うん。うん、なんかもクローバーとかそういうのやってた時もうちょっとなんかポップでしたね。ポップだったんで、うん、なんかいつとかここ数年見てる時にやむちゃくちゃオルタナティブになってるんで。パズ使ってなかったですね。使ってなかった。パズ使い始めてからそういう、だからなんか全然なんか昔との印象はだいぶ落ちが、うん、うん、違いましたね。昔はファズっていうものを知らなかったんですよ。今はもうファズじゃん。
え、ファズ、あれ手作り？今手作りですね。あ、でもファズを使い始めたきっかけが、うん、最初にファズファクトリー作ったんですよ。ああ、はいはい。そんで、あ、これすげえみたいになって、はいはい、そっから、だ、買ったことないですね、その市販のファズ。へえー。でよくいきなり作れたんです。そうですね、できましたね。え、俺さ、ちょっと俺ファズってさ、うん、たまにレコーディングとか使うけど、ああ、そこまで俺詳しくなくて、 あれってさ、どこに置けばいいの？あ、でも好きなとこっすね。あ、ドア玉がいいってされてますね。そうだよね。なんかでもさ、バッファー通すと良くないって言わない？だから頭です。でも別に通っててもいい、通っててもいいと思う。かかり方が変わるだけ。変わります。あと、あのファズフェイスよくある、うんうん、あれはボリューム絞ったりするとジャケットするんですよ。あ、はい、その普通のディストーションとか違って、はいはい、それがいいとされてるから頭に置くんですよ。バッファー通すとそれが変わってくるんですよね、かかり方。あ、なるほどね。それで全開でやる分にはそんな変わんないの？全開、まあ変わるっちゃ変わりますけど、ね、うん、そんな影響なく。あ、そうなんだね。あのビッグマフとか、うん、あれはファズじゃないですけど。ファズじゃないの？あれファズじゃないですね、多分あれ。え、ディストーション？ディストーションです。へぇ、めちゃくちゃ太いディストーション。うん、そうです。へぇ、あ、そうなんだ、ね。え、普通にもう、でもファズって認識されてるよね。されてますけど、あれ多分違いますね。そんなことある、ね、認識されてるのが違うって、ね、だって箱にディストーションサスティナーみたいなの書いてあるんですよ。あ、そう、なるほど。本来は違う。回路的にはどう？回路的にも全然ファズじゃない。あ、そうなんだ。へぇ、めっちゃへぇ。もうファズは、うん、その部品が少なすぎて、めちゃめちゃ少ないです、中身。そうだよね、うん、で、ビッグマフはめちゃめちゃ多いです。あ、そうなの。で、なんかよくさ、手作りエフェクター作りましょう本でも割とファズが最初に来る。で、ビッグマフは結構ハードル高いです。あ、そうなんだ。なんならディストーション2個分ぐらい回路が入ってる。めっちゃイメージと違う。そう、違う。なるほどね。なんかダイオードってやつで、うん、ディストーションとかリズマしてるんですよ、うん、で、そのダイオード、普通の、まあ、ラットとかだったら2個だ、はい、それが4つありますから、ビッグマフ。え、だ、倍なんですよ。あ、そうなの。単純になんか歪み回路を2個通してあんなのか。へぇ、作ってるってめちゃめちゃ分かります。同じやつをまた来たみたいな。へぇ、大きいだけで何も入ってなさそうに見えるので。いや、結構あってね。あ、まあ、あんな大きくなくていいんですけど、でもあの大きさがあの音の多分秘密だと思うんですけど。なるほどね。箱も箱で変わるって言いますからね。あ、言うよね、うん、だビッグマフは多分あのデカさがいいです。俺もなんかあの今は値段が上がりすぎてケンタウルスとか持ってるけど、 あれもなんかあの入れ物じゃないとダメって言うね。そうそうそう、あの入れ物じゃない。へ、不思議。わかる。不思議。わかんない。そんなことで変わるってなっちゃう。まあ、でもマイクとかそうじゃない。マイクの側変えたら多分音変わるから。あ、まあ、グリル変えたら変わるでしょうか、うん、不思議だよね。なんでって思っちゃう、刺してるので。ノイズとか変わりますからね。あ、不思議だな。あれから音が出てるわけじゃないのね、箱から。うん、あ、なんか関係ない、ね、なんだろうね、不思議だな。え、もともと作り出したのは全然もう自分で一からネット見て、なんか説明してくれてるサイトがあって、うん、多分自作してる人は多分みんな知ってるような、説明してくれるやつがあるんですよ、初心者でもできるみたいな。へー、それ通りに作ってみる、うん、いや、できますよ、みんなできますよ、俺でもできるんだから。みんなできます。え、それ なんていうの？松宮っていう。松宮？多分今のあるのかな、調べてみよう。いや、それマジで誰でもできますから。なんかあの機材っていうか機器さえ揃えれば。そうです。あ、あるな、だいぶ古いです。
どれかな、なんかブースターが簡単で、まあ、俺これハズワックでいきなり行っちゃったんですけど、あ、めっちゃいっぱいあるの、うん、どれかな、あ、まあこれでいい、まあ、これ俺見て最初本当初めて作った時か、あ、これ見て作ったんですよ、アファーズファクトリー、うん、でこれがもう載ってるんですよ、これ、うん、どこにパーツここにくっつけていいかとか載ってて、はい、まあ、これ通り、これ通り作れば作れるんですよ、でスイッチもこれどこにつなげ てこれ絶対作れるじゃないですか、こんな、まあ、これ通りやればへえ、で結構、うん、説明も、うん、なんか書いてくれて、でどのパーツリストこれ買えば作れますよみたいな、ああはいはいはい、あ、親切で何個買ってみたいな、へえ、なるほど、これ見ればマジで調べてもらおう、知識とか何もないですもん、だから分かんないですよ、なんか別にそういう理系の学校行ってたわけじゃないじゃないです、だからここがどう、ここがこうなってこういう音出てるんだとか分かんないです、え、今一から作れって言われて作れる、あ、作れないですよ、こういうの見ないと見ないです、あ、そういうことね、へえ、なんかここからなんか自分なりに、あ、それはカスタムはできてる、はい、あ、コーラ欲しい、これ、あ、これいいよ、コーラ、あ、じゃあ俺もちょっと行って、あ、じゃあ俺も行く、使い話しない、あんまなさそうな感じ、ハタノとの交流の話してない出会いはね、いやでもこれマジでいいっすよ、なんか見てみよう、いつか挑戦しよう、あとハンダ付けできるから、これね挑戦しようと思って買ってはいるんだよ、パーツっすか、あのハンダとか、ああ、うん、いや、それは絶対やった方がいいそれは、そう、暇な時とか、はい、ハンダごとあれば大丈夫です、あれってでもハンダの種類でも変わる、あ、変わるらしいですね、で一般的なやつ使えばいいと思う、普通のやついいの、あのテスター44みたいな名前のやつ、ついにそちら側に行ってしまわれるいやでもやっぱギタリストとして作りたくなるんですよ、穴を開ける側に穴開けるの大変でしょ、穴開けた、ケースに穴開けるの、ドリル、普通にドリルあ、でも電動ドリル使えばそんなことない、だ穴開けもしたら好きな風に作れるから、うん、だからあのアダプターのジャック上これ邪魔だなみたいなのあるじゃないですか、はい、出っ張ってケース、あれボードに入んないとか、うん、それを横にしたりとか自由にできるから、はいはい、確かに、でジャックの位置は別に真ん中じゃなくても下の方に、あ、なるほど、自由にできるから、え、あのさ穴ってさちゃんと規格がある、あれは12ミリとかスイッチだったら12ミリで、うん、アダプターは13ミリとか、でドリル、俺全然そういうの知識ないからなんですけど、ドリルに刺せばいいんですよそれ穴のやつの口径の、あ、口径あります、だからそれで、うん、なんかステップドリルっていうのが便利で、なんですかそれ、ステップドリルっていうのはなんか、うん、ちょい焼けみたいな、なんかドリルがあって、うん、まあ、普通は1本じゃないですかこうやって、うんうん、これがなんか、うん、何ミリ何ミリ何ミリってなんかピラミッドみたいになって、あ、はいはい、マトリョーシカみたいな、あ、そうみたいになって、うん、それでやるとガンガンガンって 10ミリ11ミリ12ミリって開くんですよ、へえ、そこで止めれば、ああ、そういうことか、はい、なるほどね、勢い余っちゃうこともあるけど、だから間違えちゃった時とかいきなり12ミリ行って、うん、やべ、ここ10ミリだったら12ミリ開けちゃったみたいなのあるんですよそういうのは回避される、あ、でもそれでもやっちゃう時はあるんですけど、いやいや大きすぎたよ、ね、止まるんですよ、いや止まるんですけど、
5ミリとか別に横から見えないから、うーん5ミリのつもりでやったのに6ミリいっちゃってたみたいなのあるので、はい、そこはもう慎重にいかないと大体間違え、俺めっちゃ間違えてただからポットがカタカタしたりとかあるんで、そういうなるほど、ね、ドリルも必要ですね、自宅するなら。確かに電動ドリル別に安いのでいいんですか。あ、これです。あー、なるほどね、はいはいはい、こういう感じで、で、これ3、4、5って、はいはいはい、で、これ止まるんですよ、ガンガンガンって。なるほど、ね、これめちゃめちゃいいです。へー別にいい、こういうやつで全然使える。これ俺多分使ってますけど、だ500円とか安いから。安い、うん、あ、そんなんでいいんだ。これ安いっすね、3本セットしかあ、でもこれ13ミリがないんでちょっときついっすね、ディレクターを。あ、13ミリはよく使う。アダプターのジャックが13ミリなんで、そこはないと。なるほど。じゃあ閉めようかな。え、ありましたなんか。まあ大丈夫です。結構喋ってたよね。結構喋ってたけど、使い身があるのがなんかライブに向けてのなんかじゃなかったです。そうそうそう。高まって、まあでも高まってはいたけど、うん、2人が。まああのそれで。これグルーヴをね出すのもないです。じゃあ6月25日手書きライフのライブ熱いライブを楽しみにしてます。お願いします。手作りのファズを堪能させてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございました。閉めてるかよく分かんない。